ぼよぼよよ。じゃあ行きます、はい、せーの、まこです。あの皆さん動画を見ててわかると思うんですけど、私はあまり滑舌がよろしくないんです。今日はその滑舌をより良くしたいという私の願いから、早口言葉をやっていこうと思います。よくね、アナウンサーさんとかが早口言葉をして滑舌を上達するみたいなことを小耳に挟んだのでやっていきたいと思うんですけど、ちょっとね、普通にやるだけでは面白くないので、早口言葉書いてあるんですけど、もしこれを言って噛んだら、あの横からクッションが飛んできますということで、ここに書いてあるのでやっていきたいと思います。それでは行ってみっぺ。シースセーソー、よーい、右耳右耳こしかもなかった、右耳スパルダーナー、いきます。ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブスバスガイドのバスガチャバカーツ、ブスバスガイドのバスガチャタタク。よし、こうやって強くなってくんだな。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎。まあ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。なんかこれ全然言えないの。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なんだぞ。バナナの謎はまだ謎なんだぞ。バナナ自分で取りに行く自分で投げて自分で取りに行ってまた投げるスタイル。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの噛んでない、よぼよぼよよぼよぼよよぼよぼよ、おえやおやにおあやまり私これに負けたくない。おえやおやにおやまり、おえやおやにおあやまり、おえやおやにおやまり。よし、マグマ大使のままはマグママグマ大使、マグマ大使のままはマグママグマ大使、マグマ大使のままはママママグマ大使。よし、キャッキャキャンからのキャリーパミパミ、キャッキャキャンからのキャリーパミパミ、キャッキャキャンからのキャリーパンダ。元は何？で元はよく分かんない。キャッキャキャンのパリパリパリ。次。赤あぶりかぶり、青あぶりかぶり、黄あぶりかぶり。ちょっと待ってください。全然いないな。青、赤あぶりかぶり、赤、赤あぶりかぶり、赤あぶりかぶり、青あぶりかぶり、黄あぶりかぶり。赤あぶりかぶり、青かぶりかぶり、黄あぶりかぶり。クッション飛ばなくて平気ですか？生なまず生なまこ生なめこ、生なまず生なまこ生なめこ、生なまず生なまこ生なめこ。地図帳でチェジュ島を探し、地図帳でチェジュ島を探し、地図帳でタテ島を探し。痛くない？痛くないです。なんかクッションは程よい痛さで、あのいい感じです。緩和されてなんか喜びになってない？飯島石七郎の言い分に偽りがある。は？飯島石七郎の言い分には偽りがある。飯島石七郎の言い分には偽りがある。飯島石七郎の言い分には偽りがある。またのご利用をお待ちしています。私の滑舌どうだったでしょうか？これを機に私の滑舌がね、どん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 あの上達していくと思うので、皆さん成長をお見守りお願いしますはい、ということで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。面接やん。
そうです。何ですか、今日は。いや、ちょっと最近の新曲聞きたいなと思って。あ、最近の新曲、うん、YouTube ね、もうしばらくやって、はい、最近どうですか、こう調子の方。最近ですか。最近はなんか楽しいです。どの辺が今楽しいですかね。なんか自分のその作った動画に対してのみんなが反応してくれるっていう、そのなんかなんていうんですかね、やり取りが面白いです。コメントをよく見て、なるほどなって思いながら楽しんでます。おー、うん、もう結構満足した、満足してる感じですか。満足ですか。うん、ちょっとです。ちょっとですか。はい。いや、だって頑張りたいですまだ。その割にはちょっとこう受け手からするとですね、あまりその頑張りももちろんあると思うんですけどだいぶ満足しているように見えます。そこどの点かなとか思いつくとかありますか。はい、どの点かな。ゆるさ、みんななんか飽きちゃわないかなっては少し思います。なるほど、その通りだと思います。そこからなんかこう気合みたいなのがさあんま感じない。いや、気合十分あります。なんていうんですか、ゆるいスタンスでやってるところがあって、なんか絵代わりっていうか、そういうのがあんまりしないかなっては何か思います。そこまで分かってんだからさ、もうちょい構成考えなきゃダメだよ。はい、分かりました。その時の場当たりで撮ってる感じがさ、そうです、めっちゃめっちゃタイトルは絵文字にする。あのオリジナル性がやっぱ個性は分かるんだけどさ初めて来る視聴者のこと考えてんの。考えてないですやめろじゃん今はゆるさだけで待ってます。そしてその可愛いだけの感じでファンは集まっています。いや違います。 2,3 ヶ月後飽きるファンが出てきます。それは嫌です。飽きさせたくないです。そのためにはどうすべきか考えています。生まれ変わる、新しいことをしたいです。例えばバンジージャンプ。お、嘘です。いや、続けたいです私は。もうじゃあ YouTube を、そしたらちょっと、はい、今すぐからちょっとテーマを作って動画をやり直そう。そうします。じゃあそれ考えてみてください。わかりました。ちょっと改めます。少し期待してます。いや、かなり期待してください。結果次第だな。はい、やば、結果残したいです。よし、持ちれ最後の突き放し方がやばい